皆様こんにちは、ランです。いつも数ある動画の中からご覧いただきありがとうございます。本日はランの最近の購入品紹介をさせていただきます。一つ目はジャケットの下に着ているボリュームカラーリボンブラウス。着用カラーはオフホワイトで、価格は税込み13,200円、スナイデルさんのアイテムです。こちらはですね、他にラベンダーとストライプのお色味展開があって、購入した決め手は春っぽくて光沢感があるブラウス可愛いのはもちろん着回しが効きそうだなっていう理由で、購入しました。それから着用しているボトムス、ローウエストミニスカショ、着用カラーはグレーの、サイズは0サイズ。こちらは税込み11,990円でした。こちらもスナイデルさんのアイテムです。こちらのスカショも最近ルックブック動画上げたんですけれども、新しく購入したものでございます。紹介したブラウスとともに着回しがとっても効きそうということで購入したんですけれども、とてもおすすめです。さて続いての購入品はこちら、ランが着用しておりますチェックのワンピースでございます。アイテム名はフリルミニワンピース。着用カラーはベージュの、サイズは0サイズです。価格は税込みで15,950円で、ブランドはスナイデルさんです。こちらのフリルミニワンピース、すっごく大人気すぎまして、ランが着用しているベージュ以外にブラックとインディコの全3色展開なんでございますが、なんとランベージュは今まで店舗でお見かけしたことがなかったんですね。すごい人気なんですけれども、先日うさぎオンラインストア亀戸クロック店という新店舗に遊びに行った際にですね、なんとなんとたまたまフリルミニワンピースのベージュと出会うことができました。それからですね、こちらランが持っておりますランドスケープバニティというバッグ、ランが持っているのはアイボリーで、こちら税込みが9900円のお値段と、ブランドがリリーブラウンさんでございます。他にはブラックとイエローの3色展開です。ちょっとヴィンテージっぽい四角いデザインなのがめちゃくちゃ可愛くて、このバッグ一つ持ってるだけでですね、コーディネートがワンランクお上品に見えますので、とってもおすすめです。しかも1万円以下でバッグが買えちゃう、このプチプラ驚きですよねぜひぜひ皆様サイト見てください。さて最後の購入品紹介です。ランが着用しておりますビスチェデザインブラウスです。ランが着用しておりますのはブルーストライプ柄ですね。お値段は税込み12,980円で、スナイデルさんで購入いたしました。他にはピンクとホワイトの全3色展開でございます。このショート丈のトップスなんですけれども、非常に着回しがしやすくて、首元がすっきりと開いておりますので、いろんなお洋服とですね、爽やかに組み合わせられそうで、とってもお気に入りでございます。スカショと合わせるとこんな丈感ですよ。こちらまだ公式サイトにも在庫ありますので、皆様ぜひぜひ買ってみてください。またこれでルックブックも送ります。本日はこんな短い時間の動画です。いかがでしたでしょうか。ちょっと購入品紹介って面と向かってカメラで喋るの緊張しちゃったんで、ルックブック形式で紹介してみました。皆様のお買い物のご参考になれたら嬉しいです。まだまだたくさん紹介したいアイテムがありますので、またぼちぼち紹介していきます。最後にいいねボタンとチャンネル登録お願いします。いつもありがとうございます。